レイラです。ピンクなて TV 始まるよ。イエーイ。今回は春の私服紹介をしていきたいと思います。新メンバーは初の私服紹介ということで、すごい私も楽しみでございます。それではどうぞ。レイラの私服はこんな感じです。いつものレイラとは違ってちょっと大人っぽくコーデを組んでみました。伊達メガネは GU で買いました。今つけてる指輪全部スリーコインズで買えちゃいます。イヤリングもスリーコインズで、お母さんとおそろです。でトップスはヘザーです。でボトムスもヘザーで買いました。で靴下は多分靴下屋さんです。で靴はネットで買ったんですけど、チムチムっていうブランドで買いました。めっちゃヒールが高くて可愛いです。でポイントは春なので暗い色というよりかはちょっと優しめな色を取り入れてみました。このトップスはここが V になってて首が長く見えるということで、でズボンもハイウエストになっててゴムなのでそんなにきつくないです。でベルトもしてちょっとここもポイントになっています。以上です。バイバーイ。アニアです。アニアのコーデはこんな感じです。大人っぽい感じにしたんですけど、春ということで下はベージュの流行ってる形しました。トップスはグレールさんのトップスです。首が開いてすっきりしてるのでここにネックレスをつけました。このネックレスはお母さんからもらったものです。そしてこのボトムスなんですけど、これはコルミーベイビーです。なんかここ片方だけの足が出ていてすごく可愛いです。おしゃれだし今時って感じなんで、これはお気に入りです。靴はちょっとブランド忘れたんですけど、靴下もコルニーベイビーです。そしてカバンはサマンサベガの方ですね。カバンと靴と靴下が黒で、髪の毛も黒なので黒の小物で合わせてスッキリした感じに大人っぽくしてみました。みんなも真似してみてね。メインのコーデはこんな感じです。アウターがピンクラテで、トップスはビーボーで、シフォンスカートはグレイルで、こっちはビーボーです。ゆるっとカジュアルガーリーっていうテーマにしたんですけど、これ脱いでもゆるっとした感じがすごく可愛くて、アウターの色もピンクで春っぽさが出てます。スカートはシフォンスカートなのでガーリーさが出ている、この大好きが詰め込んだ素敵なコーデです。みんなも参考にしてみてください。ゆずはのコーデはこんな感じです。トップスをゆこさんで買いました。春っぽいピンクと、ここがふわふわモフモフしてて可愛いので買いました。スカートはピンクラテさんで買ったものなんですけど、チェックが可愛くてこれにしました。靴下はロブトキズさんで買ったんですけど、レースが可愛かったので春コーデに似合うと思い買いました。靴はちょっと忘れちゃったんですけど可愛いです。コーデのポイントは明るい感じを出しています。よかったら参考してみてください。あ、セリです。セリのコーデはこんな感じです。トップスとボトムスはベルシカで買いました。このアウターはピンクラテです。春といえばピンクとか紫のイメージなので、トップスは紫にして、ボトムスは今流行りのギンガムチェックを取り入れて春っぽいコーデにしました。このボトムスとトップスの上にこのアウターを合わせて可愛いコーデにしてみました。みんなもよかったら参考にしてみてください。バイバイ。ユナです。ユナのコーデはこんな感じです。ペールカラーって言ってちょっと白みの強いペールトーンのブルーとかグリーンとかがトレンドで流行っているので、こういうトップスは1個持ってるだけですごく便利だと思います。パンツはセンタープレスっていういろんなお店ですごい出てて気になって買っちゃったアイテムです。すごいボケやすいコーデなんですけど、黒で締めることによって足長効果にもなります。靴は黒のミュールにしました。トップスがアースミュージックっていうなので、ベルトとパンツが GU で買いました。で靴がエモダで買いました。寒いなと思ったら黒のジャンパーとか着て、ショルダーバッグかけるとすごい可愛いと思います。トレンドとか流行りを使ったコーデにしました。結構みんなね、なんかジャンパー着たりとかロングスカートとか履いたりして、いろんなコーデが見れたと思うので、ぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。
よろしくお願いします。バイバーイ。